柔男児的な、うん、なんかたくましさによる老いなのか、もじもじした老いなのか。あと30年呼んでないんで忘れてる可能性ありますよね。名前そんなことありますか。だからもじもじってことないですよね。もじもじはないと思う。そのそうなんです、男が下の名前で女性呼ぶなんて照れくさいとか。照れくさいですか。いやみたいな考えの人、いわゆるシャイでってことではない気もするんですけど。そう、だからあれじゃないですか、一回なんか1週間旅に出ますさとこみたいな名前書いといて、ええ、でその不在によってその存在感をアピールするみたいな。やっぱり名前忘れてる。そう、名前忘れてる説があるんで。さとこいねえな、さとこいねえな、さとこいねえな、で1週間経った時に、あ、さとこお帰りってならないですかね。いやだからあのみんな一か八かなんですね。